こんにちは、Hello、ナマスカル。私の名前はナナです。私と一緒にソロバンやっていきましょう。このチャンネルはソロバン専用のチャンネルです。ここで英語、ネパール語、インド語と日本語でソロバンを習うことができます。私はあなたの日本語の先生です。一緒にやっていきましょう。今日、加減算の基本1のやり方を教えます。1から4の間の足し算と引き算をやっていきます。まず、ソロバンから見ましょう。自分の好きなソロバンでやる気が出るので、それで OK です。私いっぱい持ってます。こんな小さい可愛いのと、バッグにもつけられるよ。この細長いやつと、こんなやつです。こちらの大きなソロバンを使って教えます。このビデオの最後にはこちらのソロバンを使って見せます。最後まで見てね。ソロバンを見てみましょう。赤い玉がついているこの線から始めます。下4つ、上1つ玉があります。下すべてが1と1と1と1で4。上一つの玉で5になります。この線は1の位の線です。左に上がっていくと、こちらは10の位、100の位、1000の位、万の位になります。細長いソロバンだと位だらけです。頑張っていきましょう。ソロバンには下の玉がすべて下。上の玉がすべて上だと0になります。そろばんには指の使い方があります。親指で下の玉を上げます。下げるときは人差し指で下げます。上の玉を下げるときは人差し指で下げます。上の玉を上げるときも人差し指で上げます。1から10まで数えてみましょう。1、2、3、4。戻して、5、5。次は6。でも、6はありません。5といくつで 6? そう、1。で、1を足せば、6。5と2で7。で、もう一段も足したら7。で、5と3で8。で、もう一度またしたら8。で、5と4で9。で、もう一度またしたら9。次は10です。ここのすべてを戻して10の位に1を足します。ここまでできたら今日の基本をやりますのでやりましょう。丸1番からやっていきましょう。数字の前に何も書いていなければ足します。でも数字の前に引き算のサインが書いてあるなら引きます。ではやっていきましょう。3足します。1、2、3ではなくて、一気に3足します。で、2減らします。1、2ではなくて、一気に2減らします。で、1足します。2減らします。3足します。答え、もう何もないので、答えは3です。で、2番に行きましょう。3足します。1足します。2減らします。1引きます。2足します。答えは3です。3番行きましょう。2足します。2足します。3減らします。1足します。1減らします。で、答えは1です。4番です。2足します。1足します。2減らします。2足します。1足します。答えは4です。1足します。1足します。2足します。3引きます。2足します。答えは3です。1足します。2足します。3減らします。
1足します。3足します。答えは4です。1足します。2足します。1足します。ね減らします。2足します。答えは4です。はい、最後です。1足します。3足します。2減らします。2足します。1減らします。答えは3です。こちらのそろばんでやっていきましょう。そろばんを紙の上に置いて文鎮で問題を押さえます。それで左手をここで持ち、鉛筆を右手で持ちます。それで計算します。3足し2減らし1足し2減らし3足し、答えは3。3足し1足し2減らし1減らし2足し、答えは3。2足し2足し3減らし1足し1減らし、答えは1。2足し1足し2減らし2足し1足し、答えは4。1足し1足し2足し3引き2足し3。1足し2足し3減らし1足し3足し、答え4。1足し2足し1足し2減らし2足し、答え4。1足し3足し2減らし2足し1減らし、答えは3。この宿題は自分でもう一回やってみてください。このビデオちょっともいいなと思ったらライクしてね。よかったらシェアと登録もよろしく。またね。さよなら。バイバイ。カター。